かりましたが、はい、日中はじりじり焼けるような暑さでした。ただこの辺り一帯はまだ水が入っていないようで、汗をかいた子供の服などを洗いに今から遠くのコインランドリーまで行くという不便な生活を送っている方がたくさんいます。緑が好きなのかな。ただ晴天だった今日ある鯉のぼりが被災地の空を泳ぎました。今日午前ここ益城町総合体育館では鯉のぼりがポールに掲げられました。避難所にいる人からのメッセージが書かれた鯉のぼりです。メッセージは昨日子どもたちとボランティアが集めました。そこには笑って乗り越えましょう、未来へなどのメッセージが。楽しくなってても仕方ないんで笑って乗り越えられたらなと思って、はい、最初に頑張ってもらおうと思って未来へ前進していただこうという気持ちです。復興への思いを込めた鯉のぼりは益城町の空を気持ちよさそうに泳いでいます。地震発生から3週間、被災地では皆で励まし合いながら右方向です。復興への思いを強く。その先100m で以上、熊本県の益城町から中継でした。最初の地震から3週間が経ちますが、なかなか進んでいないのが住まいの問題。温泉かと思った。熊本県は昨日住宅の地盤など敷地の被害について調査の途中結果を発表しました。この信号は右で、調査を現在行っていまして、被害が大きい益城町、西原村、熊本市では立ち入りが危険と判定されています。これまでに1180、その先200m で目的地周辺です。県ということですので、すでに左です。以上になっています。でこの被災宅地危険度判定は建物自体の危険性を調査する応急危険度判定とは別の調査で、判定士が宅地の擁壁のようなひび割れや地盤の亀裂や陥没などがあるかどうかというのを調べて、余震や雨による二次被害を防ぐ目的で行われているんです。で調査をした場所にはこうしたステッカーが貼られます。宅地への立ち入りが危険な場合は赤色、要注意だと黄色、こちら目的地に最低度が小さい場合は案内を終了します。ここまでの所要時間は9時間52分です。運転お疲れ様でした。速度変化の少ない安定したアクセルワークでした。次回はいいスタートを心がけましょう。住宅に加えて地盤の修復も被災者にとって大きな負担となりそうです。入れないよね。さて